ご飯の時間ですよ、皆さん。どうぞ食べて。ちょっと出てこないで、お姉さんも。ほら、このご飯食べなさい。ご飯。今日のご飯はいつもの豆腐とお蕎麦以外にチーズが乗ってます。チーズも食べてね。美味しいよ、チーズ。脂っこいから大好きでしょ、みんな、チーズ。うわー、すごいね、みんな食べ盛り。今や食べてんのはみんな全員女子会の皆さんです。全員女。年齢はまあ大体近いんだけど、まあ、3人ぐらいお母さんがいる、そのうちの女子を集めてみました。やっぱ大きさもね、同じ時に生まれても、後から生まれても大きくなる女子もいますし、様々。やっぱり食が太いと大きくなりますよね。顔つきはみんな似てるんだけど、やっぱり親戚、兄弟、親戚なんで、顔似てんだけど、やっぱり微妙に違うところも、やっぱりね、みんな、性格ももちろん違いますし。食べてね、みんなね。食べないと大きくならないよ。あらら、今日は、チーズと、そばが先になくなって、豆腐が残ってますよ。みんな喉が開いてんなら豆腐食べてね。基本的にうちのハムスターは飲み物は出しません。水分取るのはみんな、豆腐とか、そうですね、やっぱ豆腐かな。ほとんど厚揚げか豆腐で水分取ってますね。水のボトルっていうのはうちには置いてありません。ハムスターを飼育する上で大切なことっていうのは、まず腐った食べ物を、古い食べ物を置かないこと。固形の餌なんか入れっぱなしに、ひまわりの種とか入れっぱなしにしてる場合だと、だいたいおしっこかかったり、口の中入れてふやけちゃってカビ入ってますから、まあ、そういう餌は2日以内に撤去してください。うちではそういうものを一切あげず、食べきりで、お腹を空かしてからまたお食事。この繰り返しです。まあ、人間でいう間食をしないで3食食べてる、そんな状態ですね。だから腐ったものは口にしません。だから癌にもならないし、下痢にもならないし、健康な状態で大きくなっちゃいます。お豆腐多めに入れといたよ、みんな好きだから。で、食べ残したのはこのまま入れとかないで引き上げて、この豆腐の上にまた新たなお蕎麦を足して、チーズを乗っけて、今度は違うまた男部屋の方に行きます。みんなしっかり食べてね。食べた方が勝ちだよ。ハムスターの食事では厚揚げと豆腐がこれメインになってます。理由は高タンパク、高フラボノイドなんていうのかな、結構この豆腐のっていうか大豆製品には、健康維持するのに必要な成分がたくさん含まれてるので、同じタンパク、高タンパクでも、まあ、肉ももちろん必要ですけど、豆腐は欠かさず食べさせた方がいいです。はい、みんな食べ終わった？まあ、食べる？しっかり食べといてね。食事はハムスター基本的に1日2回です。
朝と晩2回。お相撲さんみたいですね。これだと、完全に消化してお腹の中が胃が空っぽになってからまた食べる。こんな調子の繰り返し。だから、腸内の健康が非常によく保たれております。はい、ごちそうさま。